ついにこの日が来た。あー、誰だか知ってますか。みんな待ちに待ってたんじゃない。待ちには待ってない。なんか喋っとるし、だんだん僕イエイエイしてる。なめとんかこらみたいな感じになって、うわーとかでも顔面こういうぐらいで、なめとんかや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 めとんか。また視聴者だな、これちょっとなんか歌詞まで電話してくれそうらしいな。ほんとに。でさ、まあ俺はさ、まあこれカメラまで言い訳じゃないんです。そんなことは分かっとんだろ。さあ、お前の意見押し付けてくるな。そうそうそう、禁止に何をしたいの。来いよ。言いたいなら来いよ。はい、お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。ついにこの日が来た。どうも、日視聴者の皆さん、この人は誰だか知ってますか。いや、みんな待ちに待ってたんじゃない。待ちには待ってない。いや、出せ。いや、コメント未だに来ますもんね。ケンさん元気ですかとか。結婚式の時にケンちゃんおったろ。そう。あれ、動画になってない。だからなってるけど、うん、だからそこで久しぶりだけど、そんななんかどうなったとか喋ってないじゃん。なんか DM 来たよ。なんてですか。インスタに。オンインスタに、あの、元気そうで何をですとか。結婚式来た。あ、何か来たって。今日は来た理由があるんですよ。なるほど。ケンさんが来て、で進め方がなんか分からんけど。もうよく分からん。深刻そうに言っとるし。何よし、俺も本当に知らんだよ。僕もお前は知ってる。いや、やめて3、4回飲みに行っとるんですけど、仕事を何しとるかとかは分かんないです、うん、あの視聴者の人でちょっと知らんねえ、これちょっと簡単に説明しとくわ。動画になっとるんですけど、本当になんかたまたまなんか本当に、まあこの間のシーズンさんと同じだよな。なんか喋っとるし、だんだん俺もイエイエしてきて、なめとんかこらみたいな感じになって、まあ、カメラ止めろってなったんだよな。そうですね。その時ね、その時は1年ぐらい前な。うわーとかでも顔面こるぐらいで、なめとんかや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 ってやって、その動画になってないんだよね、そこなっとるでしょ。そこまではなってない。最初の方のもうカメラ止めろで終わってるっすね、その時。あ、そうなの。そうで、あ、でもその後にリュウジのとこに行ってさ、ケンちゃんやめたわとかっていう風の流れじゃなかった。あ、動画で撮ってるんですか。うん、撮ってなかった。俺もあんま近い状態はなってないです。撮ってない。ああ、そこはね、もうガチガチの言い合いは撮ってないよね。ああ、そうなんだ。撮ってなかったですよ。ああ、止めろよ。こいつ入ったばっかかなんか。そうそうそう。お父さんとどうするよみたいな感じの目の前でコンタクトして、無理だねとか。お父さんのんきに笑いながら、うんうんみたいな感じで待って見てるし、どうしたらいいか分からん。お前はずっと止めとったね。まあ、ケンちゃん、ケンちゃんとかっつって、うん、もう、まあ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 、そうそうそう、もう帰ってたから、ね、俺なんか出てけって言ったの。帰ってけか、やめてけって言って、うんうん、じゃあ帰りますか、なんかで。帰ってこわーって言って、帰ってって、連絡取れなかったからね。連絡取れなくなった。連絡してないんじゃないの。俺はしてないよ、俺はする必要ないでしょ。うん、俺も最後に帰ってきて帰ってきて、いやいや、最後にまた俺叩かれる、叩かれるのか。最後に俺はじゃあ1年間お世話になりましたっつって頭下げて出てったので、そんなん言って帰ってった。怒って帰ってったでしょ、バーって。最後にあのドバから出てくときにお世話になりましたっつってで言ってで出てって、あ、もうやめる程度や出てったって。いや、カットすればいいけど、あの時にじゃあもういいよ、クビにしてくれよって言ったら、じゃあ、まあ、いろいろあるじゃん、社長が勝手にクビにしたりとかすることないから、勝つ場合はもんで、ね、じゃあ俺が辞めますって言って、クビにしてくれよって言ったっけ、うん、俺がだったらもうクビにしちゃいいからって言ったら、いやいや、てめえが言えよって言って、言ったもんで、ああ、じゃあいいですよ、俺が。てめえが言えよって、いいね、それ使っていいですよ。俺はやりすぎる。そこまで言うんだったら、まあ、俺クビにしろよって言って、うんうん、てめえが言えよじゃん、そのマジで喧嘩だよ。また視聴者だったからですよ。ちょっとなんか、歌詞まで電話してくれそうらしいな。ほんとに？いや、言っとったよな。安井なんかそうなんだろ。電話来ました。なんて電話来たんすか。今日はひどすぎるって。かけてくんだ。YouTube の上がった時に、そうそう、見て、わざわざ会社に電話来た。だけどさ、ジムがかわいそうだわ。うん、関係ないよ。お前がやっとることめちゃくちゃ。だって、俺に直接インスタかでも、メールも貼ってあるわけでしょ、YouTube 上に。で、俺のところに目通るんだから。まあ、そこにもの言いに行こうよ、インスタ電話しようか、俺に。そんなお前、会社にやつやつが、俺か。で、だからなんか連絡取ったとかなかったの。連絡は取ってます。で、それで戻ってきてみたいな感じ。いや、それは言ってないです。お前も冷てえな。いや、で、俺はどうだ。いやいや、その時は聞いたよ。なんか、連絡が来て、うん、あれだったら、戻ってくるんだったら、うん、あの、話しやねっていう話は、俺聞いたよ、そういうのっていうフォローはしてくれとったよ。それからなんか一回来とったんじゃないですか。
勝手にお前俺に一言もなしかあいつバカ野郎とか言ってなんか俺もうその時だじゃあその時にそれでドバ取りに行ったら喧嘩になっちゃったんじゃんああ元々がそれか、うんうんうん、そうそうそう俺がその前の時に飲んでしょと金もないし、うん、ずっと働いてないわけじゃんこれ手怪我してからうんだもんでああだもんで翔ともう来週ぐらいから働けるんだけどって言って、うん、足場班だけの中で、うん、で俺が勝手に行っちゃったら勘太郎よね、うん、がケイさんいましたよって言っては俺何も聞いてないよってなって俺に電話かかってきて、うん、前の日に、うん、でこう喋っとって、うん、いやケンちゃんそれおかしくないって、うんうん、俺一言もねえじゃんって、うん、勝手なことあんですいませんって謝って、うん、で金額もそれすいませんって謝ったってところカットしろどうしても自分今悪いからこっち悪くしたいけど違うよ違う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 帰りのことは、うん、じゃあもう足場班で決めてよってなって、うん、で車がさ、うん、まあまあ全然運転できたけどその持ってよかったけど、うんうん、でドバ、うん、とりあえずやってくださいって手が不自由だった、うん、あでドバが手にやってドバあってであーそあーそうそうそうで確かお前ら残ってるんだね金額の話は決まっとんのってなんかそんな感じで怒ったけどさ、うん、お前さって言ってそんなのインクまともに払ってお前ドバ人なんかやらしてやめとんかお前とか言って確かお前にも怒ったから確かにでそれをなんか俺が言いたいでそれ次の日に、うん最初のサムネかなんかは絶対サボっとるって言う体で来てちょうど昼ぐらいに来てあれ抜き打ちチェックみたいな感じ行ったんですよ元々はダウンキャパス、うん、あれを穴が開いたりとかはげとるやつがあるので、うん、それを一回塗ってくださいと、うんうん、何それを白色に何塗フラットマネフラットマネで、ああ、おめでとう、塗らなあかんもんで、こんなもん何塗っとんかとか言って、塗らなあかんもんで、俺があそこを直しとって、もう、こんなもん、塗らないと言ったらダメだわとか言って、うん、なんか俺、ブーブー言ったんだよね、確かね。こ、うんなもん、どうすんの、アホかって。だから、戻ってきたとかじゃなくて、それ塗るものに対して喧嘩してるだけじゃないから。そうそう。で、俺が、いやいや、リュウジに、これ、とりあえず、ケンさん塗ってくださいって言われたもんで、っていう話をしたら、うん、いやいや、そんなんもダメならダメで、ケンちゃん言ったらな、とかって。あーそうだね。で、俺は言われたでやっとるだけなんだよ。俺は、じゃあ、ダメだったらダメだけど、一回やってやらんと、うん、ダメかどうかもわからんで、一回とりあえず塗ってみるわって言ったら、うん、もう始まりだして、うん、いや、俺はもうずっと塗装やっとるで、このダメって分かっとんだわ。始まりはなしって言ったんだ、当然でしょうが。で、ペンギンが塗ったらレベルですよ。で、じゃあ、ローアデラの塗れ。んじゃあまた始まるやそれそんなもんねまた始まるよまた始まってさ今日の趣旨も変わってくるから動画のそしたらうーんって怒り出してもう腹立っていいだとか言って止めろってなって始まった、うん、あの時ああそういうことかバーってそこまでは取っとんだよなで俺は、うん、あの時にバーってなって2人とも、うん、もうおっさんだし、うん、もうその時にまだなんか熱いままの時に電話しても、うん、どうせ電話も出んだろうし、まあほとぼりがさ電話出んのね、別に何で逃げるかいやいやいや、こうなんか話し合ってもおかしくなるでまあほとぼりが冷めた頃に、また謝っとくわって言って、うん、で、そのまま終わっとる話ああ、そういうこと、この間結婚式があったんだよね、うん、で、その頃何やったんですか、ずっともうだって上になる半年1年1年、うん、そんななるへぇ、もっと前ってすぐだな多分そうですねうーん、何やったんですか今は今やってるのは、うんまあ、言えることだけ使ってないでしょ、うん、重量やのか逆みたいな感じ重量やってさでかい機械とかさ、うん、設備とかを据え付けるんだけど、うんうん、それをバラして外に出して、うん、それをスクラップにして売るんだけど、うんまあ、鉄くずなり、うんうんうん、使えるものはそれを中国とかいろんなところに持ってって売るんだけど、うん、それを出す仕事をしてる解体だ解体まだね、建物の解体じゃなくて、うん、重量とそういう機械とかの、うん、あそういうことねあんまり一回も喋ってなくないもう分かっとったことやさ一緒からいやいやいやもうちょっとどこ座っても一緒だったよ誕生日プレゼントだね少しお願いさ誰が出したショーが出したいや2人で2人であマジでそうで2人からって何それの T シャツあんましたでしょもうね値段を何で値段を言うのそういう5万込みでマジでいやあの値段え普通値段って言わないんだよこういうプレゼントっていいよ言えよやばいでしょミオこの前隠したんだよまあ値段は言わないけどって言って隠したのに何もすんのあれまたちょこちょこ出てくださいん
また喧嘩しましょう伸びるで数字が俺が叩かれたら一番伸びるでもうボロカス叩かれたほんとにそのったの、ま、あのシ ー, シーリングの方のやつ賛成どんだけ言ってるのでさ、まあ、俺はさ、まあ、これカメラまで言い訳じゃないよ別にあの、まあ、別に俺の考えはこういう考えっていうことをちょっと言いたいんだけど本当に俺は15万5千円も言ってるじゃあ俺もてめこらーって言って、まあ、わーって言ってる動画なわけですよ、うん、で俺は本当に本当に嘘じゃないよあいつが悪くないようにあの編集してくれよって言って頼んだの、うん、であんまりにもなんかコメント欄ぶわ書かれてるの動画見たのちょっともうちょっとあいつを悪く映るよいや待って待ってよかったかなって思ったのよかったかなって思ったのあいつ の, そのちょっと伏てたとことか全部使ってないじゃんだからもう全部もういきなりが綺麗だみたいな感覚が悪い方にちょっと俺100ゼロギャーみたいなミオはちょっと見てくださいって見てもらったけどうんいいよって言ったからそのまま出してるミオはさすがにだいぶカットされてるよなあれなだいぶちょっと見て撮ったよなあれだって本当にミオもちょっとおかしかった受け取るっていうかなんかちょっとなんかいつもの柳脇さんの明るい感じではなかったなんか悩み事があるのかなんか元気のなさそうな感じではあったけどでなんか最初にあいつが言ったんだよ なんかそれをなんかお客さんのどの方まあまあ言い訳みたいになるんだけどちゃうよちょっと食いってきたからさもうあのすごいコメントいつも以上に来てるから止まらんから走るのでよろしいですか僕らやからやばいでも俺の考えはもう視聴者の皆さん、まあ、どう考えよ、まあ、経営者の人で見とるから分かるしまあ多分そのショーとかリーダークラス堀川翔とか言っとるけどいやリーダーが鉄板にならなかったら人なんかついてこないんでしょでそいつに対して俺は信頼できんでやめてるやつなんか別にどうでもいいじゃんって堀川組にならんといかんのじゃないって合っとるか間違ってるかもうどっちみちだってどっちもあるから考えがねえんだったらだってそういうことでしょでもコメントでもなんか味方の人も言ってくれたよでなんかさ俺味方なんか行こうないかうわーって俺しかもなんかミオが見とミオなんか承認とかしなきゃいけないからさ、うん、承認とかしなきゃいけない見てるじゃん、うん、でこの人承認承認とかするじゃん、うん、その中にいやみんな何言ってんのみたいな俺は社長が合ってると思うとか言ってこ、うん、いうコメントの人もいてくれたり、うん、何人か言ってちらほら、うん、だけどまあ大半がちょっと社長が社長が悪いみたいな99対1だよ俺はもう合ってるかもしれないけど興味ないもんそんなこと、うん、じゃあ俺が決めたらもうそれが正解なんだよそんな会社終わってるとか言ったけどでもそういう環境がいいと思って一生懸命やってるやつが多いしそれそうなのねちっちゃい会社でなんなんでなんよく言うじゃんそのまあそれ俺の言葉じゃないけど山登りでもねちっちゃい山登りはスニーカーと T シャツでいいわけでしょだけど富士山登りのにスニーカーと T シャツでいたらじゃあお前何人の格好してたってなるけど逆にじゃあ富士山登る格好で佐藤さん明日行こうぜってピクニックしようぜってテント持って行ってさこんなガチガチの父さんって言ったらさお前どんな格好してみたいやっていうレベルと同じよだって合ってる間違ってるなんていうのはその時々だから別に関係ない俺はこういうやり方ですってそれは方針が変わったからね、うんうん、もう死ぬほど働けってだって俺も最初から言ってたからうちの会社死ぬほど働かせますそこからちゃんとしますと、ね、評価もしていくし会社も成長していきますとこれが本当伸びてなきゃいかんしねずっとちっちゃいわけですよでも YouTube も徐々になんか地味に伸びてってるもん、ね、伸びてるよ、うん、ねあの視聴あのチャンネル登録チャンネル登録でもあの時ズボーンやったもんないや下がった下がったと思ったらまあまあ上がってきてるまあまあ上がってたよなあの動画自体もそうだよな、うん、リバウンドってことだもんそうそうまあでもありがたいけどねそうやってガーッて悪口書いてでも会社やなきゃね本当にやめてっていうよりはあのジム関係ないもんジムってさフリーダイヤルの受けてもそうだけど俺あんまり絡んでないんだよね会社に多いけど、うん、YouTuber は YouTuber なんで社長に直接 DM か塗り替え同士で DM してくれたそうそう、俺インスタやってんだから、うん、だからインスタは直接送ってこりゃいいし返信でも何でもしたいよ電話でも何でもするよ何でもしたいよ本当に来いよ言いたいなら来いよ会社来たら事務員しかいないからそうそうそうでもそんなこと書くやつでしょぼいやつしかいないと思うんだよかかんじゃん俺はもうどんだけこいつバカだなと思ってもさかかんじゃないだって俺もその時にいっぱい書かれとるじゃんそうで、うん、いやそれはもう大人としてとかって、うんうん、そんなことは分かっとんだってさお前の意見押し付けてくるなって人それぞれ色があるべそう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 もう俺だけ書いとけって思うその時の気持ちもあるし、うん、ダメな状況もあるわけじゃんああそうだねそれは常識だけ言われてそう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 もうそんなことは分かっとんだそうだから前後もあるしなんそのね10分のカットの中でその前後も分からないし、ね、編集もあるわけじゃんそうそうそうアンチコメントにコメントしてみたみたいな場合じゃないかな場面しか見てないのにお前の意見を押し付けてくるんだよそうだよね全部じゃあお前その頃におったんだったら、うん、
君の意見を聞きますよってなると、ああ、 そうだね、そこしか見てなくて、うん、あれはちょっとやりすぎだから、ね、そうだね、その場もあるし、しかも合っとるか間違ってるか聞いてねえよって思って、合っとるか間違ってるかそうやしたんだし、そこに責任を負ってかなかったから人間って。どう思うけどな、まあいいかあのアンチコメント返してみたいな、はい、じゃあ皆さん、はい、もうそろそろ20万人間近、はい、ぜひチャンネル登録、また20万人の時にね、なんかちょっと面白いことやって、なんかね、プレゼント企画かなんかでもやろうかなと思ってますので、ぜひチャンネル登録して、また通知来るからね、登録しとくと、ぜひまたチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。いきます。せーの、またね、またケンちゃんも登場するかもしれないから、ちゃんと登録してね。ね、まあ、ライブとかがさ、やっぱ登録しとくとライブが出てくるじゃん。登録しないと出てこんから。調べんといかんからね。そう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 。まあ、ぜひ、ゲリラライブやってますので、よろしくお願いします。お願いします。Yeah.